こんにちは。ANA 客室乗務員の佐野です。旅行好きの私が今回ご紹介するのは、ここ徳島県です。徳島といえば阿波踊りが有名ですが、それ以外にも魅力あふれる徳島県、SDGs 先進県としても取り組まれているそうで、今回はサスティナビリティを体感する旅を満喫していきたいと思います。本日は四国徳島県への玄関口、徳島阿波踊り空港からのスタートです。空港内にはお土産が買えるお店が複数あり、飲食店では徳島県のご当地グルメを味わうこともできます。今回は上勝町、中町紀藤地区、海陽町などサスティナブルな取り組みをはじめとする魅力的なスポットを中心に巡り、 SDGs 先進県である徳島県を満喫していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。最初に訪れたのはここ上勝町です。上勝町は大部分が標高700メートル以上の山地に覆われ、急な斜面に棚田や段々畑の風景を残し、日本の原風景が残る風光明媚な場所で、未来に残したいものがたくさんあります。日本の棚田百選に認定され、徳島県初の国の重要文化的景観に指定されている橿原の棚田、知られざる苔の名所、巨石群と水苔など丸ごと自然の聖域で、山頂がまるで山犬が口を開いたような岩石であったため名付けられた山犬岳。晴れた日には七色の虹を作り、神秘的な景色が現れる時もあるという環状ヶ滝。ここは特に秋の紅葉がおすすめです。休日は都会から離れ、四季折々の素晴らしい景観美に触れるのはいい気分転換になります。2020年5月に完成した町のシンボル、ゼロウェイストセンターです。早速中に入ってみましょう。上勝町では昨今話題の持続可能な開発目標 SDGs を具現化する取り組みが以前より行われていて、この人口約1300人の町ではゴミ自体を出さない社会を目指し、ゴミ収集を行っていないそうです。ここからはゼロウェイストセンターのスタッフの方にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。上勝町ゼロウェイストセンターの大塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。2003年のゼロウェイスト宣言から19年、上勝町ではゴミの再利用再資源化に力を入れて、現在では日本屈指のリサイクル率 80% 以上を実現しているそうですね。はい、ゼロウェイストはゴミ無駄浪費をなくすという意味で、町民はゼロウェイストセンターにあるゴミステーションでゴミを13種類45分別に自ら分別をしています。この取り組みは世界各国から注目を浴びています。上勝町ゼロウェイストセンターは、消費者になぜそれを買うのか、生産者に対してなぜそれを作るのかと疑問を投げかけます。 Why という疑問符を持って、生産者と消費者が日々のゴミから学び合い、ゴミのない社会を目指しています。素晴らしい取り組みですね。ゴミをなくすことについて考える貴重な体験になりました。SDGs について学ぶことができたところで、そろそろお腹が空いてきました。近くに人気のお店があるということなので行ってみたいと思います。やってきました。ここは人や物、情報が集まり、ここに来れば何かに出会えるカフェ、カフェポールスターです。お店のコンセプトは上勝町を五感で感じられるショールームとのことです。では早速お店に入っていきたいと思います。上勝町を100年後まで残したいという思いのもと、2013年12月にオープン。無駄のない調理などを心がけ、台所からゼロウェイストに取り組んでおられます。ポールスターとは北極星のことで、夜空に輝く北極星のように、上勝町の発信拠点を目指して店名をポールスターと名付けたそうです。店名から素敵です。お店特製のカレーをいただきたいと思います。とっても美味しそうなカレーですね。こちらのカレーなんですけれども、お肉を使わず野菜のみで作られているそうです。
上勝さんの棚田米を使用しており、上勝さんの柑橘ユコを使用したパチャールという一種のピクルスのようなものもついてくるそうです。またすべてのメニューに上勝町の素材を使用していらっしゃって、日曜日限定のランチ、本日の定食では上勝町の採れたて野菜を使った主菜や副菜、汁物などが出てきます。地産地消でとっても健康的ですね。ではいただきたいと思います。トマトと玉ねぎの甘みが感じられてとっても美味しいです。少し甘めのカレーとなっております。お子様でも美味しく召し上がっていただけると思います。 SDGs にも素材にもこだわっていらっしゃる素敵なお店で、環境に優しく美味しいお食事をいただく、心も体もリフレッシュされますね。その他にもここ上勝町にはライズ&ビン、ブルーイングカンパニー、バーベキュー&ジェネラルストアというブルワリーがあります。クラフトビールの販売をはじめ、大自然の中でのバーベキューやキャンピングカーでの宿泊などができます。上勝町のゼロウェイストの活動に突き動かされて開業されました。次は四国の右下、海陽町にやってきました。ここ海陽町は徳島県の最南端に位置し、青く美しい海があり、ダイビングやサップなどのマリンレジャーのスポットとしても人気があります。また大里松原海岸は日本の白砂青松100選に選ばれた全長4キロにも及ぶ海岸です。今日はそんな海陽町にある阿波海南文化村からDMV に乗車してみたいと思います。 DMV とはデュアルモードビークルの略称で、線路と道路の両方を走る夢の乗り物で、乗客が列車とバスを乗り換えせずに利用できる、とても便利な新しい乗り物です。見た目は普通のバスなんですが、バスモードの時、ゴムタイヤの前後に隠れていた列車用の鉄車輪が線路を走る際に姿を現し、約15秒で列車へと変化するんです。では早速乗車していきたいと思います。乗り心地は普通のバスと変わらないですね。ここから列車モードに切り替わるそうです。モードチェンジしたみたいです。レールを走ってる感覚があります。阿佐海岸鉄道では12月に世界で初めて DMV の本格営業を開始しました。運行ルートは阿波海南文化村から阿波海南駅までをバスモード、阿波海南駅から高知県東洋町の観音浦駅までを鉄道モードで移動し、そこから再度バスモードになって、道の駅宍喰温泉までの区間を往復するそうです。さらに土日祝日は高知県室戸方面まで1日1往復するスペシャルな便もあります。これまで乗り継ぎに不便だった場所も DMV が交通の未来を乗せて走り抜けます。乗り物がモードチェンジするなんて画期的ですよね。いい体験ができてよかったです。ここで海陽町の体験おすすめスポットの一つをご紹介します。こちらのインビトゥインブルースです。ここでは徳島の伝統的な藍染め技術で藍染めを体験することが可能です。そして今回は海陽町の手前にある南町おすすめのお店をご紹介します。こちら日和佐屋さん、地元食材の阿波踊りや地魚を提供し、徳島に行ったら絶対行くべきお店と言われるほど人気で有名なお店です。おすすめは地魚と地鶏を一度に味わえる海山ご飯が大人気だそうです。そして国道55号線沿いにある三直レストラン踊りキッチンは、阿波踊りと海部野菜が食べられ、本格的なハンバーグやハンバーガーなどいろいろなメニューをご用意しています。また本当の親子丼は日本で唯一お肉も卵も阿波踊りを使用した親子丼で、トリフェス親子丼部門のグランプリになるほど。ご紹介した美波町は毎年5月から8月の夜、赤ウミガメが上陸する大浜海岸が有名で、日本の渚百選にも選ばれています。そのすぐそばには世界でも珍しいウミガメ専門の博物館
日和佐ウミガメ博物館カレッタもあります。今回の旅で宿泊におすすめなのが海陽町にあるホテルリビエラ獅子喰です。わー、見てください。なんとこちらのホテルは全室オーシャンビューなんです。まずは絶景の映像をご覧ください。お部屋のバルコニーに出ると目の前には雄大な太平洋がベッドにいながらでも見えるそうなので、非日常の時間をゆったりとお過ごしください。綺麗ですね。こんな絶景を見たらもう帰りたくないです。さらに館内にはトロトロすべすべの天然温泉の大浴場も完備されています。食事は地元の獅子喰漁港で水揚げされた海の幸や徳島が誇るブランド地鶏、阿波おどりなど阿波の国ならではの美味をご用意しており、10月以降には伊勢海老料理も提供するそうです。ぜひ一度美味しい料理と絶景を味わいにこちらにお越しください。さて続いてやってきたのは徳島県と高知県の県境にある那賀町木頭地区です。ここは四国のチベットとも呼ばれる西日本第二の高峰剣山のふもとに位置する山深く自然豊かな村です。山の中のリゾートキャンプパーク木頭はまさに秘境感たっぷり。宿泊施設はロッジ、コテージ、リアラと3種類あり、手ぶらバーベキューに朝食付きなど魅力的なプランも満載です。さらにアクティビティも充実しており、手作りのピザ窯でのピザ焼き体験、寒い季節には特設こたつでの夕食も用意されています。その他、私の背丈よりも大きな炎でのキャンプファイヤーもでき、見上げる空には満天の星を満喫。大自然に囲まれたキャンプ場でゆったりと流れる時間に身を委ねてみてはいかがでしょうか。そしてこちらが人口約1000人の村に現れた世界一美しいコンビニ、未来コンビニです。すごくスタイリッシュな建物、未来感たっぷりですね。世界のデザインアワードで11冠も達成しているすごいコンビニなんです。ここは子どもの未来を育む場所として、みんなの笑顔を紡いでいくためのコンビニです。では早速店内に入っていきましょう。建物の中もとても近未来的ですね。こちらの陳列棚も子どもや高齢者の方が取りやすいように、一般的なコンビニよりも低めに設定されているそうなんです。こちらのゆずカフェでは木頭ゆずを使用したゆずショット一番搾りを座ってゆっくり味わえます。この木頭ゆずは類を見ない香りの高さと酸味が強いのが特徴。ではゆずショットいただきたいと思います。すごいフレッシュで美味しいです。爽やかなゆずの香りがとても楽しめます。また未来コンビニならではの未来チュロス、米粉 100% で作られていて、柚子シュガーがまぶしてあります。未来チュロスもいただきたいと思います。文字が未来になっています。いただきます。もちもちサクサクでとっても美味しいです。美味しくておすすめです。ぜひお立ち寄りください。旅の締めくくりに訪れていただきたいスポット、徳島阿波踊り空港近くにオープンした道の駅くるくるなるとは、地域特産物をテーマにした体験型の食のテーマパークです。なると金時やレンコン、なると鯛など特産物を扱う農産物マルシェや名産グルメ、スイーツを楽しめるレストランやショップもあるんです。ということで、一日を通して徳島県のサスティナビリティにこだわったスポットを紹介させていただきました。この動画がいいと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画または機内でお会いしましょう。さようなら。 ANA Inspiration of Japan